おはようございます。速稼塾の久保です。 FX で成績をコンスタントに出し続けるためには大きな流れをまず知っておくことが大切です。そのために毎日デイリーはチェックしておきましょう。その上で4時間、1時間、まあ主に1時間ですけども、自分が実際にエントリーする時間軸、こちらの方を見ることになります。まあ大きな流れが例えば右肩上がりの場合、1時間でセルの方に向かっても大きな流れは倍なんで倍の方に行きますんで、もしかしたらね、これはね、予想に反してセルに行っちゃったなと思った時でも、しばらくロスカットラインを大きく開いて待っておくことによって倍の方に回復することはあるんですね。ただこれは中級者以上にしかお勧めできません。初心者のうちはきちんとロスカットを受けていって、自分の仮説がどのぐらい持ちこたえられるものなのか、その感覚をね、絶対に手に入れておいていただきたいと思うんですよね。で、今日の相場解説いきますけども、9月17日の朝4時です。こちらです。これがねデイリーなんですけども、トレンドがはっきりしてますよね。この左側の黄色から一方的に下に下がっていって、そしてですね、上下レンジを描きながらなんですけども、右肩上がりになっていったね。これ違いわかります？一番左のこちらはですね、これですよ。これはほとんど一直線に右下に向かってるんですよ。次は上下を、ちょっと失礼しました。上下を繰り返しながら右肩上がりになってるんですよね。この上下を繰り返しながら行ってるのはなかなか根性がいります。つまりここなんですよ。全体的な流れは倍の方に向かってるんだけども、瞬間的にはセルに行くことがあるんで、ここがですね、もしかして倍では勝てないんじゃないかなって思わせるところなんですよ。上級者になってくると、まあ、倍でも取って、セルでも取って、往復ビンタで、徐々に上がっていくってことができるんですけども、まあ、これはね、まあ、私たちが求めるところではありません。私たちは、倍の流れ、例えばこちらです。こちらに、しっかりと乗ることによって、安心してずっと勝ち続けるってことなんですよ。で、相場の流れは、右肩上がりなのか、それとも右肩下がりなのか、横ばいなのか、しかありません。そして現在、横ばいに入ってる。ということになります。この横ばいもですね、上下しながら横ばいなんで、おっと、上下しながら横ばいなんで、横ばい感は動いてる間はないんですけども、しばらく時間が経ってみると横ばいだってことがわかると思うんですよね。まあ、ですんで方向転換が簡単なんですよ。ここまでよろしいでしょうかね。じゃあ今日の相場を見ていくときに、右肩上がりになりそうだよ、でも全体的には移動平均線見ていただければ横ばいなんだよってことなんで、現在はね、まあブレイク狙いなんですよ、主には。どこのブレイクを狙うかというと、ここを割って下に行くのか、それともここを割って上に行くのか、ブレイクを狙っていくところになります。そのブレイクするポイントの数値を昨日はお話したわけなんですけども、覚えてらっしゃるでしょうかね。振り返ってみていただければと思います。じゃあ4時間です。4時間を見るとこのようになってるわけですけども、私が引いたレンジの幅がこの黄色に示されています。で、ここを外れた時はブレイクですよ。例えばここブレイクしてセルで取る、ブレイクしてバイで取る、ブレイクしてセルで取るができるわけなんですよ。で、もう一個引いたこちらが下のレジサボラインですけども、ここを割るとブレイク。ね。ここを割って下に行ったからブレイクでしょ。で、まあ戻ってきたわけですよね。ちょっと底値が109円の280でついてますね。このあたりで、うん。で、ここはちょっと解説できませんでしたけども、ここを割ってブレイクみたいなね。ここがだから力点と言いますかね。エントリーポイントになるってことです。じゃあ1時間の方行きましょうか。私たちは1時間で主にエントリーしてますんで、1時間の流れをしっかり追っておかなければなりません。横に引きまーす。右肩上がりかなと思って上がってきたものが、そうではなくって、下の方に向かったので、このレジサボラインを越えた時に、セルに向かいました。で、セルが取れたわけですよね。そうするとこのレジサボラインに当たったんで、N を書いて、もう一回落ちていくときに、ブレイクしたらセルなんで、これがね、
ブレイクしたわけじゃないですか、こういうふうに。だからここでもう一回セルが来るわけですよ。で、今日なんですけども、今チャートを開けると、またね、ここに戻ってきてくれましたんで、ですんで、当面は、ここの間のレンジで見ることになります。109円の900から、109円の625。だいたいね、30ピップスぐらいの幅で見ることになるんで、この間でのエントリーはちょっと難しいですね。まあ、ですんで、これから立てる方針としては、このレジサブラインを超えて下の方に行くだったら、セルで入る。そして、ここを超えて、なおかつ、ここを超えた場合、前回更新できなかった高値ですね。ここを超えた場合に、倍の方にエントリーをするという形になります。この2点です。数値で言えばちょっとアバウトなんですけども、109円の625。そして、上の方はね、まあ、110円の175にしときましょうか。この2つですね。うん。はい、ということで、数値も決まりましたんで、当面はこれでいこうかなと思います。それでは、頑張ってください。